悪霊の悪霊による悪霊のための。おいお前ら何やってる。あ、師匠帰ってたんですか。帰ってたんですか、じゃねえ。見ろ、悪霊が出てきちゃってんだよ。あ、本当だ。こんなに大きいのに取り憑かれてたんですね。いえ、あれ多分この人の生き霊だと思います。どっちでもいい。あれじゃ力が強すぎて周りに被害が出ちまう。お前ら頼むぞ。広かったのか。どうもありがとうございました。おかげでこれからの人生前を向いて生きていけそうです。